DJ 発表さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 DJ 発表さんの DJ タイムはまた後であります。お楽しみに、はい、あと DJ タイムこれ前編なんですよね。そうなんですよ。後でまたあのハッピーに素足でDJ 発表さんが DJ やってくれますからね。はい、お楽しみに。そう、ツイッターのねちょっとタイムライン見たいんですけど、はい、タイムライン先ほど見てたらですね、うん、なんで素足とかそう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 、曲かっこいいとかですね。曲かっこいいは多かったです ね、そうですね。今ちょっとタイムライン見れないですか ね、 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 あとあの、はい、霊柩車ティー着て部屋で踊ってるっていう方もいましたよ ね、 ね、 いいなと思って、ね、ほうほうほう、はい、はい、あで皆さんね一応もう一回説明しておきますけど、はい、あとで須田さんが質問に答えるコーナーありますんで、はい、まあ、須田さんとかマスクさんとか、まあ、DJ 発表さんとかですね、はい、まあ、出演者の皆さん、またグラスホッパー、はい、マニファクチュアの皆さんに、はい、質問等ありましたらぜひこちらのハッシュタグですね、はい、こちらですね、つけて、はい、つけて映ってるかな、あ映ってるかな、はい、映ってないですね、こっちか、ああ映った、今映ったかな、あ来ました来ました、これですね、生放送なのですみません、はい、これハッシュタグつけて、はい、グラストリームでつぶやいてください、はい、日本語版はグラスホッパーアンダーバー JP、うん、はい、英語版はグラスホッパーアンダーバー EN です。はい、よろしくお願いします。さあここでですね、はい、次のコーナー行きたいと思いますが、はい、ここでですね、グラスホッパーマニファクチュアに関連する方が来ていらっしゃってですね、はい、そうなんです、ゲストですね、はい、はい、ではご紹介します。はい、テクノロックユニット、はい、ホンダレディの丸さんです。お願いします。おー来た、丸、丸来た、はい、あ、はい、元気、おっマイクこうやって口つけないと入んないよ、おっしゃーってマイクつけない、このど素人っぷりがこれはい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、人気ですね、人気者、人気ですね。あのね、はい、僕、はい、実は友達、そうですね、その時ですね、もう10年来の10年来の友達なんですけど、はい、ホンダレディという、まあ、テクノロックユニットですね、はい、そうですね、はい、はい、をやってまして、やってます、はい、それはどんな、うん、ユニットなんですか。そうですね、なんかこう、はい、薄汚ねえユズみたいな感じのユニットです。男子2人組の、男子2人組の、はい、それ生放送で言うんですか。OK です、生放送だからこそ OK です。で、今回なんでそのホンダレディのその丸に来てもらったかというと、はいはい、なんと、ノーモアヒーローズ2のゲーム、うん、そうですね、楽曲提供してんです、はい、すごい、ホンダレディがさせてもらいました。おー、すごいですね。何曲？何曲？5曲ぐらい。5曲ぐらい。うん、5曲？はい、やらせてもらってます。おお、素晴らしい。これは聞きたい。聞きたいですね。聞きたいですね。さっきかかってましたよね、DJ で。かかってましたよね。あ、かかってた。はい、あ、あ、ごめん、ぼーっとしてて。ぼーっとしてて。ぼーっとしてて。素足に気を取られて。わかんなかった。タイムラインがやっと見られるようになった。ほう。あの、薄ぎたね、ゆずに結構皆さんね。あ、みんなね。みんなね。みんなすごい、反応。出てったら須田さんにぶっ殺されます。なんで、はい、そもそも今回その、ノーマーヒーローズ2にその楽曲提供することになったの、はい、ホンダレディ、うん、前のノーマーヒーローズの、うん、あのリミックスかな、はい、サントラ的なものに、うん、ホンダで参加してもらった、参加させてもらったんです。はいはい、で、まあ、それが縁で、うん、ちょっと何曲かやってくんないかな、またやってって言って で、うん、で、ね、あのこういうキャラこういうキャラみたいな感じで見せてもらって、ほうほうほう、で作らせてもらった。あ、そうなんだ。え、曲作るにあたってなんかこだわったところとか、多分そのノーマーヒーローズ2ならではのなんか。ああ、でも、うん、一応なんかこうね、あのグラスホッパーのイメージに近いものになるべくしようみたいなところはあって、うん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 、でもなんかインストでなんかこう演奏のみで作ってたら、うん、あのこれ歌入れることになったからって言って、うん、で、外人さんのボーカルが勝手に入って、うん、で、それをまた直してみたいなことをやったり。あ、そうなんだ。へぇー、してました。そうなんだ、すごい楽しかったです、だから、僕は。あ、ほんと、うん、へぇー、そうなんだ。ゲーム上でじゃあそれが流れています、ね、はい、いる、そうです。ホンダレディ、ね、皆さんぜひね、ここでホンダレディ知らない人は、はい、ぜひここでホンダレディという名前を知って、ね、はい、いただきたいと思います。そうですね。で、新風が出てる、気になるのが、はい、そうだ、こちらですよね、はい、これだ、はい、はいはいはい、あ、はい、そうか、はい、こちら、じゃあ、こちらを、はいはい、こちら丸から紹介してもらいましょう、はい、ぜひお願いします。アルバム、あ、こっちですね、こうです、ね、こうです、ね、これが表紙です、ね、はい、はい、はい、こちら、ホンダレディのニューアルバム、スニーカーモナムール、スニーカーモナムール、スニーカー、そう、スニーカーがいっぱい
あります。ペアで揃えたスニーカー、はい、ですよ、うん、それあれでしょ、あの内田さんがさ、あの竹下通りでブレイクダンスを踊ってた頃に流行ってた、はい、まあまあまあそうなんだよねそんな時代がそんな時代がねありましたけども、はい、はい、これ濃いですね、はい、スニーカーの写真。どういうアルバムなんですかこれ。あのね、はい、これスニーカーは、うん、あのファンの人に画像を、自分の履いてるスニーカーの画像を送ってくださいっつって、うん、でこうたくさん送ってもらって、それをこうジャケットにはめてって。あーすごい、みんなの念が、かわいい、ね、念がこもってる僕の、はい、ありますよね、息子のね、そう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 、スニーカーの写真も使ってもらって、中にいますよ、入ってます、ちっちゃい、使ってるはずです、誰でしょう、うん、ぜひぜひ探してみて、はい、ください、はい、あ、そうだ、シシドルミさん、そうそうそう、ルンルンも歌っていて、ルンルン、ね、フューチャリング、そうそうそう、フューチャリングしてるアルバム、アルバムということですね。これ皆さん今出てますんで、はい、ぜひ出てますんで、はい、ぜひぜひ Amazon とかでポチってください。はい、ポチッと、ポチッと、ポチッと。でも YouTube とかでホンダレディで検索すればいっぱい出てきます、ね、プロモーションビデオ的なのが、ね、見られますよね、きっとね、流れますんで、ね、はい、よかったら、はい、いただければと、ぜひぜひお願いします、はい、あとなんか告知的なことあります？6月の6日に、はい、うん、両国のライブハウスサンライズというところで、はいはい、ライブをやらさせていただくんですけれど、はい、それが、ジ・ライオット、ジじゃねえ、ザ・ライオット、ザ・ライオット、うん、怒りの10代と対バンさせていただく、はい、ザ・ライオットってあれですね、飯田さんの、あ、そうだ、飯田和俊さんのバンド、のバンド、バンド、はい、と一緒に、うん、にやらせていただくんで、うん、ほうほうほう、はい、よかったら、はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください、遊びに来ていただければな、ググってください、はい、はい、詳細はね、はい、はい、ちょっとタイムラインちょっと見てみようかな、おおお、あ、ルンルン、ルンルン、いいですねとか、はい、あ、なんかそのスニーカーのモナムールのほらジャケットでなんか匂いがしてきそうとか、匂いしますね、これ擦ると匂いするタイプ、嘘、すごい、擦ると匂いすんの、なわけないでしょいい匂いじゃないんだ、なわけないでしょ、あ、あ、なんかポチったよって人も、 ありがとうございます、あ、すごい、ポチったよって Amazon でポチってきます、お、ありがとうございます、うわ、ホンダレディ本当おすすめですので、皆さんぜひぜひぜひ、お願いします、聞いてください、はい、ちょっと短い間でしたが、はい、ええ、はい、ということで、どうもありがとうございました、はい、マリさん、はい、ありがとうございました、はい、というわけで、ホンダレディのマリさんでした、はい、ありがとうございました、はい、はい、はい、じゃあ、ありがとうございます、はい、ちなみにね、はい、マルはね、はいはい、尊敬する人はね、うんうん、石田純一なんだって嘘、嘘、今、話だったかな、見とけばよかった、石田純一ってね、さっき言ってたよ本当ですか、あのホンダレディの曲聴くときは、はい、なんか石田純一さんの、うん、まあ、映像を頭に思い込みながら聴くとなんかじゃあマルとシンクロするんじゃないかな、あ、あ、いいですねそれシンクロしたい方はぜひ本当かっていう、はい、まあ、じゃあですね、はい、さてここからは、はい、さらなるさらなるゲストをお迎えしたいと思います。皆さん、はい、良い祝いですか。良いはよろしいですか。ちょっと待ってね、皆さん、ちゃんと声聞こえてる？大丈夫？これ聞こえてない、はい、レアですね。